テイク2です。これだけに、これだけのためにテイク2。1回目は、ちょっと、発音がちょっと気に入らなくて、取り直しました。じゃあ、国内潜ります。今回は、ですね、どうしようかな。この、見てこの、一応隠し要素である、ゴールドカード、ゴールド太陽解禁したので、まあ、お題は金ピカということで、今回やっていきたいと思います。マリカス。まあいいか。まあ、もうここね、大好きですよ、曲は。高くねえか、これ。いや、逆に、俺のレッド爆上げの大チャンス。ちょっとね、今回は、珍しく、収録に合わせて、下準備というか、ちょっと、鳴らし運転してたんですけど、まあ、周りが強い。金ピカでいくよ。金ピカでいきます、みたいな。ほらー、この、超重たそうな装備で。一応ですね、この、まあ、隠し要素って話だったんだけど、まあ、開放条件っていうのが、これ、まあ、言わなくてもいい気がするんだけど、タイヤは、全コースの、タイムアタックで全コースの、スタッフのゴーストを抜くというのが解放条件で、パートの方はですね、対 CPU 戦で全てのカップで優秀な成績を、まあ、具体的に言うと、1位2回以上、トップ3 2回以上みたいな感じの成績を取ると、まあ、いい評価が得られるんだけど、そのいい評価を全コースで得る。150cc と、なんだっけな、ミラーっていう 150cc、何、要は、コースが反転してるカップが出るんだけど、最後。それを全部やると、出ますね。この一周目、もうなんか、需要どの辺にあるのかわからない、解放条件を喋って潰すという、この、いよいよ話題がなくなってきてたんで。いやー、でもね、もうね、ちょっとね、一つ察してほしいのは、結構久々に、いや、久々でもいいんだけど、マリカ実況撮ってんのね。もうなんかね、緊張しちゃってんの、今。マリオ実況ってなんだっけみたいな感じで。まあまあ、勝ちはいいんですよ。とりあえず勝ちましょう。この勝負。なんか、喋ってて、全然順位気にしてないと思う。なぜか順位はそこそこいいという。これはまずくないですか、ここのマジでいらねえ。とりあえずだけども。まあ、どうしますかね。あ、やべ。オッケー。わあ、おい。これもうちょっと小島さんに結論開いてもらう。小島さん全部投げたぞ、すげえな。1位そんな離れてないぞ。オッケー。ほら、これ跳ね返りを利用したスーパー。ああ、これやばくねえか。いや、とりあえず最低3位。あ、こっちじゃない。うわ、やっちまった、これ。ああ、セッターなんだ。あ、もうダメだ。いや、こっちの、もう。ちょっと待って。あー、これ結局こぼしじゃねえか、クソが。ちょっと待ってよ、まだ俺に勝ち筋を探さなきゃよ。ちょっと待って、4つ上げる、順位4つ、あーよ、順位4つは無理だな。うわー、いいとこ3つかな、これ。まあ、とにかく上げます。あ、丸さん抜けるバーン。追い上げたはずなのに、このまんまミーヤ状態。まあ、1回目は大体こんなもんでしょう。やべえ。ああ、電話でも最低限、電話中でも最低限のターボを確保する実況者がある。ちょっと、出かけなきゃいけなくなっちゃった。ちょっと、ああ、ちょっと待って、やれるとこまでやっとこう。やれるとこまで。くそ。吉までが選ばれたからには、理由はどうあれね、トップ3は取らなきゃいけない。なぜかというと、俺が数少ない勝てるコースだから。染まってくれ、みんな、この引き。緑はねえわ。ちょっと待って。まあ、ここは1周目は虎視眈々と最高速度上げていって、3周目に備えよう。それでいく。だ、吉村さん当たんね。まずダッシュして。うわ、赤コーラ持ってるから抜きにくい。吉村さん、早く投げてくれ。早く投げないと、俺がやばいっすよ、それ。それ俺がやばい。漏れなく俺がやばい。まだ投げないでくれ。まだ我慢してよ。まだ我慢してね。あ、よし。赤コーラ持ってる人じゃない。あれは吉村さんじゃない。オッケー。これは心強い。核兵戦というか、
まあ、元々重いんであんま吹っ飛ばされることはないんだが、まあ物ぶつけられる可能性があること考えると、で引くのはいいところですね。オッケー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 、大量大量すぎる。これはかなりうまい。あれですね、なんだっけ、なんだっけ、ほら漁夫塗り、そう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 、リーさん抜いて、あー抜けない、あーリーさんあげるよ慈悲のなんかもうボランティア精神謎をあげるよね。ここ食らってからダッシュすることでイカスミを風で飛ばしていく。3位まで上がったぞ。1位がちょっとどんなもんなんだこれこのアイテムはダメでしょ、これダメ、これもう発売禁止、これ白金ですこれこのダメでしょこれ、この戦い、この戦いについてこれねえよ、もう完全にやむちゃだよこれ。オッケー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 、悪くないけど2位かこれ。あーちょっと欲張り自爆セットやばいちょっと危ない危ない危ない、うわちょっと、いやダメだってそれ、ちょっと待って、あの自爆からって解き放たれたい、あやばい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 、しまった、危ねえ危ねえ危ねえ、なんちゅうもん投げんだ、しかもうわスター残ってる、これはうまいですね。あーいとまた、いやこれはもういい、とりあえず3位のアマジオ、よし、じゃあムツ出かけてきますやる音、ラピュタがいる、ラピュタ王がいるんだけどこの部屋やる音、や違う、やらない王かこれやらない王の再現率やばいな、ちょっといやーちょっとカオさんステージですね。見てこの、わかります、この、 あの収録でやってない骨骨枯れ砂漠、この人気のなさもう誰も選ばねえっつう、これね、でもね実況者力で聞きますから、まあ見てくださいよ、いきますよ、ポケモンで培ったお前運ゲー力見ろよこれ、くはできねえ骨骨枯れ砂漠まあまあ歯はいいでしょう。まあここは僕まあかもなく不可もなくなところで、うわー1万がいる俺は初めて戦うな1万勢キリュウカジュマってすごいな、すごい色物揃いの色物じゃねえけどなんかすごいなこの部屋。正直ね今冷凍今4800ぐらいですけど、もうここからなかなか上がらなくなってきちゃって、やっぱね、ちょっとね腕がほらねやっぱね今壁にぶち当たってますよ。あ今陸奥の実力ってこんなここなんだなっていうね、今ね実感してるところでして、ちょっと練習しなきゃあかんよねこれね。まずはキノコ、まぼあっクソかおいあれうますぎだろあれでもちょっと待って、あそこバナナないと突破できないと思うんだけど、なんであそこにバナナあんの。違う違う、キノコねえとバーンボー、これがごまかし、これがごまかしスタイル。あれなんかルイージになってる、あもういいのか関係ねえか、ここはちょっと攻めていこう、ちょっと攻めないと、そもそもね後ろに抜かれる心配がないのであれば、なんでアイテム取れねえんだなんでアイテム取れねえんだ、おかしいやろ。まあまあここは無難に、ちょっと貝できついなこれね、これ今意味あったかな、ちょっとかなり厳しかったけど、でもここから開けてみましょう。まだ2周目言って2周目始まったばかり、ここでの順位は全然関係ない、このゲーム。オッケー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 、詰まってる、よし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 、スターが生きてる、スターが生きてる、スターは早めに使った方がいいって最近ね思ってるんですよね、ちょっとっていうのもあのね、スター出し惜しみしてると結構ね雷落ちてくるんですよ、出し惜しみしてる間にインを進めてくる、ね、こんぐらいのことはしていかないとこのレート隊勝てない気がする。よしよしよし、上げてきた上げてきた、レートじゃねえ、順位上げてきたよ、よしよしよし、ダマスクさんナイスナイスナイス、全部投げちゃえ全部投げちゃえ、あーちょっとダマスクさん抜いたらこれ食らわされる、あちょっと待ってこれいけるな、もう1個上げてでここでもう1個使う、バーンバーンバカか俺はちょっとキノコ出てくれ、じゃないと、あーまあ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 、守備は大事、守備は大事、何事も、ちょっと待って守備関係ないアイテム持ってる人がいた、ちょっとちょっとそれダメでしょ、あーうわもう全部投げちゃえボーンよし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 、とりあえず5位維持、これはあのコシタンですよこれ完全に、あーちょっと
俺じゃないことを祈りながら、後ろがスターなんで、これはちょっと怖い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 回避しつつ、サンドリで舞を詰めながら、これ詰められるか、ちょっとレイムさん早く投げねえと、それマジで腐る腐るから早く、あーなんでや、ちょっと待って、やらないも抜くよ。3位問題ない、まあまあこれ頑張った方でしょ、後半の追い上げは素晴らしい、これだま、あーでもこれ結構団子だったんだな、上位も含めてちょっと狙えましたね、これ1位もったいない。あーよかった、あーなんでだよ、ランダムじゃねえのかよあー聞きたくなかったな、お YouTuber もうまごうことなき YouTuber がいますね、人がちょっと減りましたが、花澤さんも含めて加速していく、なんかこう楽しいミーたちみたいな感じで、ここはね苦手なんですよ簡単に言うと。あでもさっき1位の人が抜けたか、あああのね、一応言わせてもらいますけど、収録しなかったらそこそこ成功してるからね、スタードラッシュ言ってここはね難しいね、骨骨からサバクと並んで難しいと思ってるステージ、結構ダートに突っ込んじゃう、ここは難しい、本当にライン取りが難しい、セイ、あーコイン全然回収できない、だってまだ1枚しか持ってない2位だったからね、スタートがそれだけにスタートダッシュ失敗が痛い、ただでさえ順位高いと所持、最初所持してる、これやばくねえか、アイテム拾えねえし焦って使っちゃって喋ってねえでレースに集中しろ、いやいやいや実況できねえそれここはカーブしながら入って、よし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 、6位、まあまあまあ1にしては1にしては1周目にしてはまあまあのスピードだし、これ落ちんない落ちんない、よし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 、ここはどん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 ステージが崩れていくステージなんで、なんだなんだ、ちょっとちょっと、あーこれやばいかも、いや大丈夫大丈夫、よしナイスリカバリー、いいよいいよいいよ、これ回りきった、回りきった、よしオッケーオッケーオッケー、守備も固めていって3位まで浮上した、で丸さんが赤コーラを持ってるんで、1位をダマスクさんを倒す可能性は十分にある、防御アイテム持ってなければだけど、よしするかこの辺で、ふいふいふいあれ結構バナナうざいからね、よしよしよし、オッケー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 、完全もらいましたよこれ、後ろ来たらバンバンバーン、オッケーオッケーオッケー、これねこの順位帯の、あこれ曲がりきれるか、よし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 、マルさん俺を抜いていいのかな、ボボボボボボーン鉄は熱を通しやすい、信じてね、オッケーオッケーオッケー、ダート踏んでない、今ね完全ダート踏んでに見せかけてダート踏んでないっていうご利用しか、よしよしよし、コインを使ってく、よし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 、素晴らしいライン取り、ここで1位取ったら結構嬉しいぞ、あちょっと防御アイテムチスみたいな感じでねもう赤コーラ来たら後ろにコイン投げて、もうなんか無理やり割るみたいなプリングしたいですね、これ危ねえ着地地点、さあ最後の難所が来ますよ、ここがね、うわ危ねえやめろや火山、オッケー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 、ナイス滑りナイス滑りナイスの滑り、あちょっと待って、ここはブレーキ、あくそー、いやこれは丸さんがうまかった、これは丸さんがドリフト中にブレーキボタンを一瞬押すことによって膨らみを抑制するってことができるんだけど、ちょっとそれをつかないとね、あそこ確実に落ちてた、あー悔しいですね、ここまでご視聴ありがとうございました、また次のパートで皆さんお会いしましょう、では失礼します。